いい？来た？来ました。来た？こんばんは。いい。今ちょうどもう誰もいないからさ、はい、全然入ってない。お邪魔します。はい、全然。あ、ようこそ。ようこそみたいな。でも実際こうあれだよね。YouTube のこの番組始まって冷静に入ってくるのは初めてだもんね。そうですね、はあ、はい、まあまあね、セギルバーグカフェようこそってそんなわけでさ、なんかいろいろなものがあるんですね。まあ本当にロケで世界回らせてもらっていろんな人たちと会ってね、はい、ほんでまあ行ったところどころでさ、関君持って帰れないよって言われてね、もらったものとか多いけどね。へえ、いろいろありますね。いろいろある。でもここにある写真とかさ、はい、あるじゃん、ここ、はい、まあ写ってた今のさ、はい、ね、石のこの写真とかね、はい、うん、でもこれ本当に貴重な写真なんだよ。へえ、分かる人にね向けたものだけど、はい、まあね、まあまあメッセージでちょっと強いかな。はい、うん、なるほど。うん、でもそんで、まあまあギョペクリテペっていうところもねあるからね。これがそう、そうですよね。へえ、まあ一個一個説明しても時間すげえ長くなっちゃうけどさ、はい、あ、でも YouTube 見てる人たちだったらね、このイルミナティカードとかね、はい、あ、まあまあいろいろスキャンしたんじゃないかな、うん、はい、まあまあこれはまだね YouTube でまだ出してないけどね、はい、時が来たらねお伝えしますっつって、そのポイントのね、うん、まあ中は知ってる人はいるかもしれないけどね、うん、時が来た時にこのカードが出てくる意味合いっていうのに気づくんだよね、はい、なるほど、うん、であとほら、あ、銀の壁、銀の壁じゃない、銀の盾だ、はい、うん、銀の盾ね、うん、ちゃんと飾ってますよ、うん、店にね、うん、もう皆さん本当ありがとうございますね、うん、チャンネル登録のほどお願いいたしますいつもこれ言う時ちょっと噛んじゃうんだよ、ね、でもそうですね、いつも噛んでますね、そこね。だけどちょっとやっぱりさ、うん、本当に日本武道館に向けてさ、ね、こうどん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 みんなでね、ライブできる環境っていうのはね作っていくからさ、うん、うん、でまあまあまあ YouTube ね見たりしてた、あ、これもでありましたね、あるある。これもカードなんですか？どれ？このイルミナティカードですか？これも、これもイルミナティカード、はい、これは3つ並べてスキャンする。あ、そうですね、そう、へえ。でもね、スキャン好きな人はね、はい、ぜひぜひね、いい機会だから見てみたら、はい、うん、ねえ、まあテンプル騎士団でね、蘇る D の意志っていうね話をしてきたけどね、でここにあるスカルあるでしょ、でこのスカルっていうのは復活の象徴でしょ、でまたテンプル騎士団のことをね、ねどん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 ね掘っていくならお前にこれやるよって言ってもらったものなんだけど、このね、うん、スカルにね書かれてるのはほらね、テンプル騎士団のねマークとかで、頭上にはね、ナイトテンプラーっていうね、テンプル騎士団にね関するものがいっぱい描かれてるので、周りにはねラテン語で描かれてる、これを紐解いていかないといけない。だけど表向きはねスカルだけどね、裏はねちゃんとロゴマークが刻まれてるわけ。まあロスチャイルドのワインっていうものがあるわけで、そこにさ666とさね、あの羊をね書いてるけど、これは羊っていうのはキリストを表すわけだけど、アンチキリスト、アンチイエスを指すものではないよっていう話でしょ。でまあ今後まあまあ YouTube でもやってるけどね、うん、まあまあこのウォルト・ディズニー、はい、うん、でこのディズニーっていうのは一体何なのかっていうね、うん、でもともとこのまあデモ霊団っていうものに所属をしてたわけ、はい、ね、それがまあ秘密結社とのゆかりもあるんだけど、はい、ディズニーっていう名前あるでしょ、はい、で僕らは当たり前にディズニーと思ってるけど、本来はイズニー、ウォルト・イズニーさんなの。そうなんですか？後から D ってつくわけ、はい、へえ。だからウォルト・ディズニーっていうのも D の意思っていうね、はい、まあその都市伝説好きだったらね、まあ好きな人はね、はい、まあみんなわかってるけど、その D の意思っていうのを受け継いでんでね。んでその D の意思とは一体何なんだっていう話、はあ、で D の意思っていうのを伝えるっていうのもねすごい、まあ、大切なあれなんだけど、もちろんテレビでその表現はできることはできるんだよね、はい、だけどそこに関してはネットの方がね、はい、
伝えやすいかな、うん、だからまあおいおいこうまたディズニーの話も出てくるけど、はい、だからこの、まあ、前回さね、ロスチャイルドっていうものの存在っていうのが出てきたよね、はい、うん、だからまあ頭に入れておかなきゃダメだよ、はい、だからそのそうだね、こう来てくれたんだったら見せましょうか。お、あれ見せてあげるよ。何ですか？せっかくやってちょっと待って。はい、わかりました。基本2回は取っちゃダメだから。わかりました。1回の部分はさ、ある程度はいいけどね。はい、ちょっと待ってて。はい、別にね、はい、いや、はい、1階にあるやつ別に取っててもいいけど、はい、これはダメだね。え、これですか？うん、これは正面からはいいけど、はい、斜めから取っちゃダメね。斜め、こういうことダメだね。ダメなんですか？ダメダメダメ。気になりますけど。ダメ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 。わかりました。はい、斜めからはダメ。正面だったらまだいいけど。わかりました、わかりました。そうそうそう、はい、でもそれもね、要はさ、はい、要は順番、はい、そのなんだろうな、いきなりこうバンって置かれても絶対わかんないじゃん、はい、だから今まで考察としてね、まだまあ YouTube 始めてね、本数もそんなにないけど、はい、今ならまだまだ最初の頃から見たら追いつけると思うの、はいはい、でいろいろ考察でそういうなんだろうな、サブリミナル的なものもね巻かれてるから、うん、まあまあ理解するのは大変かもしれないけど、なんていうのかな、まあ、一から都市伝説っていうね、やってきたストーリーを説明するってさ、結構な時間がかかっちゃうから、はい、それはでも各自アンテナ張ってさ、はい、うん、もう一回読み直す。まあ本当に本が一番大事だと思うけどね、はい、まず本を読み直して、でやりすぎのね、録画してる人たちはもう一回見直して、うん、で YouTube で上がってるものをもう一回見直していけば、多分伝えたいこととかはすごい分かってくると思うけどね、うん、だけどまあまあまあ、とりあえずこれはまだ早いということですか？うん、何か、うん、これはね、これは全体的にそのやりすぎの番組でもまだその触り部分かな、はい、うん、がちょっと取り上げてるぐらいかな。あ、だから、まあ、まあさっきのこのディズニー、はい、うん、でこのディズニーっていうのともろ直結してくる話になってくるのかな。あ、なるほど、うん、でも面白いよね、世の中っていうものがさ、その全体的に見えてくるわけだ、はい、でもその全体を見えた時に自分が何を感じて生きていくのかっていうのが大事な時代、はい、言ったらもう誰も人は助けてくれない時代になるわけでしょ、うんうん、だから自分自身が人を助けなきゃいけない時代だよ、うん、でもここにちゃんとアンテナ張って考察してほしいよね、うんうん、だからその考察してね、まあいろんな YouTuber の方がね、その考察ってやってくれてるけどね、ただその本質ね、本質をちゃんと伝えていってほしい、うんうん、だからなんかこう なんていうかな、謎だけをこうやるやってくれるのもそれはありがたいけど、でも伝えたい本質ね、うんうん、だけどあんまりしつこく言ってもしょうがないんだけど、はい、一つになりませんかって、うん、わかるでしょ、はい、革命の合図はもう出てるんだぞって。ジョン・ポスターが行かないと片桐市長以降多分厳しくなったんです。そうなんです、片桐はあれは違います、はい、あの人はですね後輩じゃありません。あんまりエンジン入れすぎっとな、うん、なんか混乱しちゃう人いるからさ、はい、すげえ なんだろうな、じゃあちょっと本音で喋ってくださいって言われたら、うんうん、やっぱりこう足踏みを揃える作業をもちろんしてるからさ、うん、まだ点投げられた点っていうものすら理解してないのに、うん、ああだこうだ言っちゃダメだよね、うんうん、点が線になり、その線を面にするためにどうするんだってこと、うん、で成し得た面を立体にするわけでしょ、はい、その立体にするためには第7巻とされるものが必要となるんだよ、うんうん、わかるかな。だから第7巻って一体何ってさ、みんなまあいろいろ感じると思うけど、はい、でも日本人だったら絶対的にね、潜在意識の中から絶対蘇るから、うん、そしたらいろいろなものとねコンタクト取ってくる、は
ね、取れるっていうのかな、時代が来るからな。だから今これ見てさ、はい、今ここの下りね、どう編集されるか分かんないけど、はい、でも見ててガーンって感じる人たちはいるよね、うん、分かるかな。ひらめきっていうものとインスピレーションっていうものは違うからね、うん、本当に違うよ。ひらめきっていうのはアイディアとかでもそうだけど、内から出るもの、はい、だけどインスピレーションっていうのは本当に外から落とされるの。なるほど。でもゆっくりだぜ、はい、ゆっくり自分の周波数とされるものとかでもそうだけど、それを上げていかなければいけないわけ、はい、そのためには思考を止めちゃダメだから。いい？周りが何を言おうが自分を信じて、そして思考を高めてってことね。まあこういう話する関さんもあるよみたいな、うん、だけどちょっといい、はい、せっかくね YouTube でね見て来てくれてるからさ、まあ分かるかな、あんこれね、はい、これが噂の、そうそうそう、だからまあ関さんの手には入ってるけどね、はい、マイクロチップね、分かるとこかな、本当だ、うん、はい、で実際にもうマイクロチップをねもうどんどん入れていく時代っていうのはさ、まあ今回のね本当に世間騒がれてるようなものもあったりねする状況がどんどんなってくるでしょ、はい、そしたら必然的に今後ねテクノロジーが進化していったら情報とされるものをやっぱオンラインで、情報って守るものも大事だけど、はい、でもオフラインで情報を守らなきゃいけない時代も来てるんでね、はいはい、でこれだよね、だから何だろうね、開けちゃう、お中はこんな感じに、はいね、はい、これはまあ針刺すから、